今日は昨日行った下仁田しおり庵のそばとチャーシューと、これも鍋かね、湯豆腐だったけど鍋みたいになっちゃったいろいろ入った、つけそば風というか、あ、そば、そばだよね、うん、そばつゆと、あ、海苔か、海苔があればざるそばか、うん、いただきます。お椀の方が良かったのね。お椀こんな細くは切れなかったな、昨日やった時は。太さが一緒。うん、うんふん、うん、毎回動画見ても美味しいしか言ってないんだな幸せでも恥ずかしくなるよ。チャーシューとそばっていうのはどうなんすかね。うん、あんまりしないの。うんね、不思議な感じ。そばも固まっちゃうね。やっぱ店で出るのはすごいということですな、うん、すぐ食べれるしね、うん、お店は美味しく使えてます。持ち帰りは、うん、うん。